8月3日に集団で、競って魂を言い、その年の吉凶を占う正月行事であり、通称、魂せり、と呼ばれる。魂せりに使われるのは重さ 8kg ほどもある既成の、霊酒、男玉、で、境内において藁束で洗った後、酒油によって吹き上げる魂せん式を、言い、箱崎宮の北 200m ほどの場所にある松社魂恵比寿神社に、移される。ここで祭典の後、神職より四股からなる締め込み姿の、稽古に玉が手渡されると、奪い合いが始まる。チャンネル登録、評価、コメントを残してもらえると嬉しいです。